ご存知ですか、小池百合子知事をめぐるリコール騒動が東京都政界を揺るがしています。今回の動画ではこのリコール騒動の背後にある複雑な事情を詳しく解説します。まず2024年7月の東京都知事選挙で3期目の当選を果たした小池知事、しかし選挙直後から SNS 上でリコールの声が高まりました。その背景には公職選挙法違反の疑惑があり、定例記者会見での発言が問題視されています。リコール運動が本格化するにはどのような手続きが必要なのか、また東京都のような大規模な自治体でリコールを成功させるためのハードルについても触れていきます。実際リコールが成功した過去の事例や失敗に終わった事例を振り返り、その難しさを明らかにします。さらにデジタル時代における公職選挙法の課題にも注目します。 SNS の普及により選挙活動の範囲が広がる中で、法の現代的解釈が求められているのです。今回の騒動は単に小池知事個人の問題にとどまらず、東京都の政治システム全体に関わる重要なテーマとなっています。この動画では小池知事のリコール騒動の全貌とその影響について詳しく探っていきます。ぜひ最後までご覧ください。それでは小池百合子知事のリコール騒動の背景について詳しく見ていきましょう。2024年7月東京都知事選挙が終了した直後、突如として SNS 上でリコールの声が広がりました。選挙で3期目の当選を果たしたばかりの小池百合子知事に対するリコール運動が注目を集めたのです。このリコールの動きは多くの都民にとって驚きの展開でしたが、その背景にはいくつかの要因が存在します。まず小池知事の選挙期間中の行動に対する強い批判が挙げられます。表面上は圧勝に見えた選挙結果ですが、実際には前回よりも74万票も得票数が減少していました。この得票数の減少は小池知事の政治手法や選挙戦略に対する都民の不信感の表れとされています。選挙期間中に行われた記者会見での発言や行動が公職選挙法違反の疑いを持たれることとなり、選挙後すぐに刑事告発されました。この刑事告発の発端となったのは、小池知事が選挙期間中に定例記者会見で選挙活動に関する発言を行ったことです。公職選挙法136条の2では、地方公共団体の公務員が地位を利用して選挙運動を行うことを禁じていますが、小池知事の発言はこの規定に違反する可能性が高いとされています。特に選挙活動の一環として SNS の活用や街頭演説の実施を言及したことが問題視されました。さらにこの告発を受けて都民の間でリコールの声が高まりました。リコール運動が本格化した理由の一つには、小池知事の発言が公職選挙法に抵触している可能性があることが大きく影響しています。公職選挙法違反は選挙の公平性を損なう重大な問題であり、特に現職の地方公共団体の長がその地位を利用して選挙運動を行うことは他の候補者との公平な競争を妨げる可能性があります。リコールの声が高まった背景には、東京都知事としての小池知事の政治手法に対する都民の不満が大きく影響しています。特に公職選挙法違反の疑いがかけられたことで都民の信頼を失う結果となりました。選挙直後にリコールの声が上がるのは極めて稀なことですが、この背景には小池知事の選挙期間中の言動に対する強い批判があったのです。 SNS 上でのリコールの動きは瞬く間に広がり、多くの都民が小池知事の政治手法に対する不満を表明する場となりました。リコール運動の中心的な場として SNS が大きな役割を果たし、都民の声が迅速に拡散されました。このリコール運動の結果がどうなるかはまだ不透明ですが、小池知事に対する批判の声が高まり続けていることは確かです。次は公職選挙法違反の疑惑についてです。2024年7月の東京都知事選挙直後、小池百合子知事に対して刑事告発が行われました。告発の理由は、選挙期間中に行われた定例記者会見での発言が公職選挙法に違反する可能性があるというものでした。
公職選挙法136条のには、地方公共団体の公務員がその地位を利用して選挙運動を行うことを禁じています。この法律に基づき小池知事の発言が問題視されました。問題となったのは定例記者会見での発言です。小池知事は記者会見の場で街頭演説も行いますが、さまざまな街の反応も実感し、より都民の皆さんの中に入っていこうと考えていますと述べました。またSNS を有効に活用することについても言及し、選挙戦も大いに変えてきているというのは実感していますと発言しました。これらの発言は公務の場である記者会見において選挙活動に関する内容を語ったものであり、公職選挙法に抵触する可能性があるとされています。元検事の見解によれば、公職選挙法違反は選挙の公平性を重大に損なうものであり、特に現職の地方公共団体の長がその地位を利用して選挙運動を行うことは、他の候補者との公平な競争を妨げる可能性があるとのことです。小池知事の発言が実際に法律違反に当たるかどうかは、裁判所が判断することになりますが、少なくとも公務と選挙活動の線引きが曖昧になっていたことは否定できません。この告発を受けて、都民の間でリコールの声が高まりました。リコールの動きは、小池知事の発言が公職選挙法に抵触している可能性があることが大きく影響しています。公職選挙法違反は、選挙の公平性を保つために重要な法律であり、特に現職の地方公共団体の長がその地位を利用して選挙運動を行うことは、他の候補者との公平な競争を妨げるものです。小池知事の発言が公職選挙法に違反しているかどうかは、今後の裁判の進展次第で明らかになるでしょう。しかし、都民の間でのリコールの声が高まっていることは、選挙期間中の発言がいかに都民の信頼を損なったかを物語っています。このリコール運動は、単なる選挙後の反応ではなく、小池知事の政治手法に対する都民の強い不満の表れであり、公職選挙法違反の疑惑がその火種となっているのです。リコールの声が高まる中、都民は公職選挙法の重要性と、その遵守がいかに選挙の公正性を保つために重要であるかを再認識することとなりました。小池知事の発言が法律に違反しているかどうかの判断は、最終的には裁判所に委ねられますが、この告発が都民の間でどのような影響を及ぼすのか、引き続き注目されることでしょう。今回の騒動は小池知事個人の問題にとどまらず、東京都の政治システム全体に対する信頼を問うものでもあります。特に公職選挙法違反の疑惑は選挙の正当性に対する疑念を引き起こし、今後の東京都政に大きな影響を及ぼす可能性があります。このような事態が再び起こらないよう、選挙の公正性を保つための法制度の見直しが求められることになるでしょう。次はリコールの手続きと現状についてです。リコール運動が本格化するには、具体的な手続きが必要です。まず、リコールの発起人が必要であり、リコールの目的と理由を明確にし、署名収集計画を作成します。次に、東京都選挙管理委員会に申請し、リコール請求の認定を受ける必要があります。これが認定されると、署名集めが開始され、有権者の3分の1以上、つまり約384万人の署名が、2ヶ月以内に集められる必要があります。この署名が集まると、東京都選挙管理委員会に提出され、審査が行われます。署名が有効と認められれば、リコール投票が実施され、結果次第で知事の解職と臨時の選挙が行われます。東京都のような大規模な自治体でのリコールは非常に高いハードルがあります。384万人もの署名を集めるのは現実的には困難です。実際 SNS 上でも署名384万人は東京ドーム8つ分の人数という声や、リコールのハードルが高すぎるのは民主主義の欠陥という意見が見受けられます。このような高いハードルが政治の安定性を保つために設定されているという見解もありますが、それが逆に民意を反映しにくくしている側面もあります。過去のリコール事例を見てみると、
その難しさがより明確になります。2013年には広島県議会議員のリコール事例がありました。この事例では議員の無免許運転や虚偽申告といった明確な不祥事が原因で市民の怒りが大きく、約 4.7 万人の署名が集まりました。結果的に解職投票でも圧倒的多数で解職が決まりました。また2010年の鹿児島県阿久市長のリコール事例でも市長の独断専行的な姿勢や運営に対する不満が高まり、リコールが成立しました。このケースでは人口わずか2万人程度の小規模自治体でのリコールでしたが、それでも有権者の約3分の1の署名を集めるのには大変な労力がかかりました。一方、愛知県では大村秀明知事に対するリコールが失敗に終わりました。必要署名数約87万人に対し約43万人分しか集まらず不成立となりました。この失敗の主な要因として、大規模な自治体であること、有権者数が多く必要な署名数が膨大だったこと、政治的な対立がリコールの動きに影響を与えたこと、署名活動中に不正が発覚し運動の信頼性が損なわれたことなどが挙げられます。政治アナリストの分析によれば、大規模な自治体でのリコールはそもそもハードルが高く、政治的な思惑が絡むと市民の純粋な支持を得にくくなるとのことです。これらの事例からもわかるように、東京都のような大規模自治体でのリコールは非常に困難です。リコール運動の成功には市民の強い支持と一貫した活動が必要です。署名活動が適切に行われるかどうかも重要な要素であり、不正のリスクも高まります。このような背景を踏まえつつ、東京都でのリコール運動の行方に注目が集まっています。最後はデジタル時代における選挙法と政治システムの課題についてです。現代のデジタル社会において公職選挙法の現代的解釈が必要とされています。公職選挙法は1950年に制定され、その後部分的な改正は行われてきましたが、SNS の普及やオンライン選挙運動の解禁など、選挙を取り巻く環境は大きく変化しています。SNS での発言がどこまで選挙運動に当たるのか、グレーゾーンが多く存在する現状は、法解釈の難しさを際立たせています。小池知事の事例は、公務員の政治的中立性と表現の自由のバランスを考える上で重要な問題です。現職の地方公共団体の長が公務の場で選挙活動に関する発言を行うことは、公職選挙法に抵触する可能性があり、選挙の公平性を保つためには厳格な線引きが求められます。しかし、現代のデジタル社会では、SNS やオンラインメディアを通じた選挙活動が一般的になりつつあり、公職選挙法の規定が現実に即していない部分も見受けられます。また、公職選挙法が目指すべき理念自体も現代社会に合わせて再検討する必要があります。例えば、現職と新人候補の公平な競争条件の確保や公務員の政治的中立性の維持と表現の自由のバランスなど、法の目的を達成するための具体的な手段が問われています。特に SNS を利用した選挙運動の範囲や公務の場での発言が選挙運動に当たるかどうかの基準は明確にする必要があります。今回の騒動は単に小池知事個人の問題ではなく、東京都の政治システム全体に関わる課題を浮き彫りにしました。例えば、知事と議会のチェック&バランスが適切に機能しているか、情報公開が十分に行われているかといった点が問われています。東京都の政治的安定性は経済にも大きな影響を与えるため、信頼性の高い政治システムの構築が求められます。特にスマートシティ計画や環境政策など長期的なビジョンを必要とするプロジェクトへの影響が懸念されます。今回のリコール騒動をきっかけに、東京都の透明性が向上し、より市民参加型の都市計画が進む可能性もあります。市民の声が政治に反映されることで、東京のガバナンスがより良い方向に向かうことが期待されています。 SNS の普及により、政治の世界も大きく変わりつつあります。市民の声が瞬時に広がり、大きな影響力を持つようになりました。一方で、フェイクニュースの拡散や
エコーチェンバー現象による意見の分断も懸念されています。小池知事へのリコール運動も SNS なしには考えられない現象です。実際 X では都知事リコールといったハッシュタグが大量に投稿され、リコール運動の中心的な場となっています。デジタル時代の選挙法と政治システムの課題はこれからも続く重要なテーマです。 SNS の普及やオンライン選挙運動の増加に伴い、公職選挙法の改正や選挙活動の基準の明確化が求められています。政治システムの透明性を高め、市民の声を反映させるための制度改革が必要です。今回の騒動を通じて、より良い政治システムの構築に向けた議論が進むことが期待されます。今回の動画では小池百合子知事をめぐるリコール騒動の背景、公職選挙法違反の疑惑、リコールの手続きとその難しさ、そしてデジタル時代における選挙法と政治システムの課題について詳しくお伝えしました。小池知事の発言や行動がどのように都民の反応を引き起こし、SNS を通じてリコール運動が広がっていったのか、その詳細をご覧いただきました。リコール運動が実際に成功するためには多くの署名を集める必要があり、その過程で様々な障害が立ちはだかることが分かりました。過去のリコール事例から見ても、大規模な自治体でのリコールは非常に困難であることが明らかです。しかし都民の声が政治に影響を与える力を持つことも再認識する機会となりました。デジタル時代における公職選挙法の課題も重要なテーマです。 SNS を利用した選挙運動の増加に伴い、法の現代的な解釈や選挙活動の基準を見直す必要があることが浮かび上がりました。公職選挙法の遵守が選挙の公正性を保つためにどれほど重要か、そして東京都の政治システム全体に対する信頼性が問われる中で、今後どのような変化が求められるのか、視聴者の皆さんも考えるきっかけになったのではないでしょうか。今回のリコール騒動に対するあなたの意見をぜひコメント欄でお聞かせください。リコールの手続きの難しさについてどう感じたか、公職選挙法の現代的な解釈についてどのように思うかなど、皆さんの声をお待ちしています。もしこの動画が参考になったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。あなたのサポートがより良い動画作りの励みになります。最後までご覧いただきありがとうございました。次回も興味深いトピックをお届けしますので、お楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。